こんにちは。未来に残したい授業です。このチャンネルは普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくチャンネルです。今日はルチャリブロ主催者である青木新平さんをお招きして、オムラジとコラボであの配信していきたいと思います。青木さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。<ー>はい、もうすでにわからない単語が。 <laughs> いくつも出てきた、ね。いきたいね、<laughs> はい、青木さん、が何をやってる方なのか、ちょっと背景ともね、今出てる青木さんの背景とも関係するんですが。あ、あぜ<ひ>そうで、ね、はい、ご紹介お願いします、はい。あ、ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、奈良県の東吉野村。というところで、えー、自宅を開いて、あの、図書館を、えー、していると。いう、まあ、人間ですね。 でその図書館の名前があのルチャリブロって言うんですけど、まあ、ちなみにルチャリブロっていうのはあの僕メッあのプロレスがすごい好きで、うん、なので、えー、っとルチャリブレっていうのがメキシコのプロレスで,で、まあ、そのプロレスとあと本も非常にあの、うん、とても好きなのでそのプロレスと本っていう僕の好きな2つをくっつけたっていうそれだけの,、えー、なあの由来っちゃ由来なんですけど、まあ、そういう えーまあ、自宅ですね自宅を図書館にしてるっていう人間で,であともう一個僕がまあライフワークというかずっとこの10年ぐらいなんですけど、あのー、週1回少なくとも週1回配信し続けてる、あのー、インターネットラジオ喫茶店の隣の雑談と隣の,あの席で話してる雑談を配信し続けてるって言ってるんですけど。 まあそ,れをそれがオムライスラジオというラジオになる,、うん、なるので今回はありがとうございます未来に残したい授業をオムライでも配信させていただくということで、うん、はいよろしくお願いしますコラ,ううコラボでいえ、いありがとうございますそういや10年も続けてるってすごいですねうんもうなんか<う>異常 そうあの青木さんとはそのと私も関わっている隣町カフェで出会って、うん、青木さんはもともと私よりもっと先に隣町カフェとご縁があってであそうなんですね私がご縁があったのは2年弱ぐらいかなもっと多分早くから青木さん隣町カフェに由来があり。 何月ですとかね、半年くらい前に、青木さんと杉田俊介さんですねのイベント対談イベントが行われてで、それが弱さとかに関するものでしたよね,ねそうですねその男、男の弱さっていうか、男も、なんていうかな、まあ、いわゆる弱者男性っていうね、うんうん、どうしてもやっぱり男性女性っていうと、男性が特権的な。あのー 社会的に特権を持っていて、うんで、女性がその特権を持ってないっていうふうに語られて、でまあ、それは確かに僕もそうだと思うんですけど、まあ、じゃあ男性ってそんな一面的というか、一括りに、ね、してしまうのは、ちょっと乱暴なんじゃないかしらっていうんで、うん、杉田さんとお話ししたときに来ていただいたんですよね。そうで,すねそうですごい面白かった、うん、そのトークイベント自体もすごく面白かったですし、お二方ともご病気になられたとのこととかを。 かなりね本当にあの告白してくれてというかうそうそれで、ま、男性って、ま、強いものと思われてるけどうそ,うそういうふうに一括りに。 してしまうと見えなくなってしまう、そのね、人間の弱さみたいなものを。すごく、お、お二方ともに話してくださって。面白い回だったなみたいに、その後もすごい思い出すんですけど。その後の、終わった後のイベントの打ち上げでね。打ち上げでね。打ち上げがちょっとすごかったですよね。楽しかったですよね。楽しかったですね。楽しかった。いや、なんですかね。まあ、多分、僕もその杉田さん。 とと話してそのまあ弱さとかね本当になんか男たるものこういうもんだみたいなのやっぱり杉田さんもあってで,でもそこになんてうかな乗り切れない自分がいてでそこのギャップっていうのに苦しんでいたっていうところだと思いますしで僕もまあ病気したっていうのもありますしやっぱりこの体育会系のノリであったりとか。うん あの、うん、なんて言うんでしょうね。僕はやっぱり一番軍、軍隊をイメージさせる、うん、だ組織とか集団とかがすっごく苦手で昔から。あの、みんながみんな同じ行動をしなきゃいけないっていうふうに、まあ、軍、軍隊式に、そういうふうに命令されるわけですよね。うん、そうすると、な、その、 みんながみんな同じ行動しなきゃいけない理由を教えてくれたらいいんだけどそ、うん、の理由もなしに同じようにやれって言われても納得できないからなんかうまく動けなかったりするんですよ、ね。うんうん、そうするとあの「何してんだお前は」とかって言われてでなんかつまんないなとか言ってだあのどんどん集団が嫌いになっていくみたいな、うんうん、そういうところは。 あってなんかそういうそのまあ杉田さんとか話でなんていうのだろう、うん、ああいう場でおじさん二人がしんどいっすよね、うん、みたいなのをあんまりその愚痴とか,なんか会社のせいとかにせずにかといって100%社会のせいにもしきれないみたいな。うんうん、とはいえ自分たちのせいって言われちゃうとそれはちょっと納得できないみたいな、うん、<laughs> そういう話っていうのをああいう場でできるっていうのはあんまりなくて。 それでちょっとまあ、うん、なんだろう開放的になってたっていうところあると思うんですよね。そ<笑><笑>んで、何の話だとまあその男性同士はいいんだけどやっぱ女性との関係でとかっていう話で,、うん、で僕はやっぱりちょっと女性には逆逆にというかその杉田さんの話杉田さんとの話になった時に何て言うかな女性 女性だと思って接しちゃうっていうか、やっぱりそ男性の方がある意味フラットに接するんですけど、うんうん、女性の場合は、なんか、なんだろうな、あのー、まあ、ここがなかなか難しいところなんですけど、やっぱり男性と一緒にはちょっと扱えないようなところがあったりするんですよね、うん、どこかで。うん、なんかつるるんんでるのはもうほんと男性 ば青木さんってそう,そう,そうなんていうか女性的な感性をすごい持ってる方だなって感じるのにああ意外だなってそれはすごい意外だなって思ったのを覚えてます。そそうそう,そうでも多分あのなんていうかな主観的にはやっぱり女性が怖いというかねこの <laughs> そういう話をしたんですよね。その 距離感がかかんないいってう多分感覚としては女性的な部分っていうのがあって、うん、だから女性と一緒に仕事するとかは、うんあのー、大丈夫な感じなんですよ。うん、仕事しやすいんですけどそういうのがなくなった時に一人の人間同士みたいになった時に。 なんかもう怖くなっちゃうみたいな。<laughs> う,んうん。そう。ね。そういう話をした時。ね。あの。面白かったよ、ね。ねうん、だいんそんな気,気にすんなみたいなね。<laughs> <laughs> <laughs> いや、じゃあ、私がすっごい印象的に覚えてるのが。<laughs> <laughs> 今日ねこの「山岳ノート」の第4巻シリーズ4にも書かれててだからかってあの時の打ち上げで思ったことだからかって思ったのがここの本の中に佐伯圭示さんとトークしたって書いてあって佐伯圭示さんの近代の巨毛とか。 という本はすごくこう好きだってあっててあ私も佐伯圭史さん大好きで,、うん、で佐伯先生のもとで、うん、まあこのチャンネルにも出ていただいてますし今でもそう継続してこう、うん、佐伯先生のもとに学びに行ってたりするぐらいすごい好きなんですよ。うん、で佐伯先生が語ることの,あの内容の面白さって欲望についてすごいこう、うん、そのメカニズムを論じるじゃないですか、うん、欲望欲望論っていうか。うん で、青木さん、あの時、あの打ち上げで、うん、その女性に対して、なかなかこう、うまいこう接し方がわかんないみたいに言ってた時、うん、あれは欲望の話だったんですよ。なんか、自分の欲望が、<ー>例えば、だから仲良くなって。 う歯止めが効かなくなっちゃうかもしれないみたいな怖さが、うん、まあ今はご結婚してらっしゃるからあれだけど、まあ、昔からそういうふうに欲望に対してすごい意識的だったみたいなお話をされてて青木さんもあの欲望へすごい敏感自分の欲望への戒め力がすごいのは、うん、佐伯先生好きだからも関係するかもってこれ読みながらあの一人で発見してました。 <laughs> いやそうそうそうい、ね、うね欲望の話しましたよね欲望への戒め力が強いい,いいですね<う>いや<う>、ま、いやそうなんですよねでだから多分そういうある種の抑圧があるから違う形として過剰に出ちゃってるみたいなところがある気がするんですよね。今回このの手作りのアジールっていう本を 読ませていただいてなんか過剰さとかあと考えてることとかもうすっごい似てると思って私はうん、うん、すごい楽しくもう、まあ、んか青木さんって私なのかなってぐらいもう共感ばっかりだったというか考えがその何て言うの都市とあの地方というか田舎今おられるね移住されておられるところをどっちかじゃなくてその行き来 するっていうう感覚、うん、もう私はまあ今都市で暮らしてますけどすごいこう感覚的にわかるし資本主義に対する考え方とかまあそれだけでは足りないというかねあのこぼれ落ちちゃうものがいっぱいあるんじゃないかとかの考えも,もうめちゃくちゃ共感しながら読みました。うんうん、ありがとうございます ね、なんでもあの僕もねこの9月1日の「君へ」を読ませていただいて本当にいい本だなというかあの必要な本だなと思っていて、うん、ただまあやっぱりそのあこの前だから初めて会った時に、うん、お会いした時にその大森さんがあの 何かあれですね、手作りのアジアルじゃなくて何かのあれですかね文章を僕のやつを読んでくれてたんですか、ね。東洋経済のオンラインの記事を読んでたんですよね。ああ、うん、そっかそっかそんで,で多分それがあってそれで初めてお会いした時に、うん、ああんか青木さんって思ったよりなん軽いんですねとか言って確かにそう文章だともっと何て言うんだろう戦って。 いう人だからこの中でもそうだけど<ー>革命家だから、うん、だからなんかこんなライトな、えーね、そう、うん、あの物とやわらかい人と思わなかった文章で読んだああいうどうですかいや、うん、だからそ,そういう意味でそのこのね大成さんもこれ書いて <laughs> あちょっとやっぱ意外ですよね。うううん、うん、うんそのなんたろうねやっぱり じか、あのー、に合った感じと、うん、この本とねそうだと思いいます、うん、だこれは何なのかっていう,えそ,うそれだから私も今回これ読んですごい思ったから, <laughs> からそういうとこも似てるなって思ったっていうか人当 <laughs> <ー>たりの感じはすごいこうマイルドじゃないですかお互い。はいはい、だけど内面はめちゃくちゃこう,そうです、ね、だから外面と内面のギャップがすごいっていう。 あそれはいますあなんかそうですよねちょっともういきなり手作りの味じるから離れちゃうんですけど、うん、その外面と内面のまギャップってあって、うん、でももしかしたら大前さんは違うのかそうなのかわかんないんですけど僕はその人にどう見られてるかっていうのがいまいちよくわからないんですよね。うん,うん,うん,うん、うん 自分の内面、まあ、内面も100%分かるわけでもないけど内面も、まあ、内面っていうのはい,いろいろ考えるわけで、うん、でなんかこう言われたら嫌だなとかあんまりこういうふうなことはこ言葉を使いたくないなとかいろいろ考えるわけじゃないですか。うん、でいろいろ考えた末に「あどうも」とかって言っているその顔とかどんな顔してるのかとか自分の顔って分からないですよね。うんうんうん だか,だからその内面,と内面と外見のギャップって言った時に何、うん、とかな自分が思う自分の外見との内面とのギャップもあるだろうし自分の内面と他の人が自分を見た時に思うギャップっていうのもあるんだろうなと思ってて。うん なん,かなんかそう考えていくとわわけわかんなくなくるっていう、うん、えでもすごいこうイベントでもイベントのトークでも聞いてても思ったしあのその打ち上げでも思ったのがものすごく人に気を使うタイプというかなんて言うんだろう,<ー>そう細やかな気配りトークに対してもだし返し方に返してもだしがすごくできる方だと思うんですよ。そうだ そううなんていうの気付かれしちゃわないのかなみたいに<あ>こうちょっと感じるそうくらい,いや。それはありますよねそのなんか気がちゃんと使えてるのか使えてないのかは分からないんですけどその気使っちゃうんですよね。うん、それがねあんま気使ってるように見られたい方がいいだろうなとかっていうのもまた気を使ってしまうようなところがあるからそういうのもあってやっぱりなんていうんですかね 都会に住んでるとしんどいっていうのもあるだろうし、<laughs> ねえ、その、なんていうのかな、あの、青木さんとこういうふうに見えるのに、そうじゃないんですねとかって言われることがやっぱ多いんですけど、<laughs> それがなんか、じゃあどうしたらいいんだろうっていう。<laughs> えでもそれは多分、人が言うときは、いい意味で言ってるんだと思います。なんか そうここに書いてあった佐伯先生に対して青木さんが感じたことと同じようにあ<ー>私もあお会いするまで佐伯先生って怖そうって思ってたけどうん、うん、すっごい優しいし何ていうのフラットな関係をしてくれる方じゃないですか。あそうですねめちゃくちゃ聞く耳があってうん、うん、反対意見に対しても何ていうの腹を立てたりとか全然しないでそうやなみたいなうん、うん、それは難しい問題やなみたいな感じで。 うん、こう返してくれるもう本当に素敵な大人だなと思って大ファンなんですけどうん、うん、でも佐伯先生の見た目のイメージっていうか読み物とかなんていうの,あの書,い書いてきたものとか写真とかから見ると超怖そうみたいに思うじゃないですか。けどそれはいい意味でギャップがあるその外側からの見え方と実際の内面というか接し方とかはいい意味でギャップがあるっていう時に人は伝えるからなんかそれが。 あの思ってた感じと違うんですねって言われる時は多分いい時だと思いますけどね私も青木さんにそういういい意味で言ったっていうか<ー>もっとこう硬、うん、い感じの人かと思ったらこんなに柔らかく喋りやすい人なんだなっていうのは驚きでしたっていう意味でした。あ,いやありがとうございますいやそ,うそ,うそういうのはね嬉しいんですけど一回あったのが「うん、あ青木さんってもっとや,ややこしい人だと思ってました」って言われたんですよ。えー で,でも、いや、でも多分あなたが思ってるよりもややこしいですよっていうの思うな、いですか<笑><笑>なかなかね、難しいなと思って、うん、でも、なんでしょうね、まあ、自意識過剰っちゃ、自意識過剰なのかもしれないんですけど、なんかその、あるがままでいいんだよみたいなのが、ちょっとよくわかんないっていうか、どうんうん、あるがままって何みたいな感じ。うん、なんか そのねこの9月1日の「君へ」でもあのー、いろんな人も出てきてたりしてうん、うん、なんでしょうねそのねで、ま、あの大魔莉さんもね昔からねや何その死にたいっていう感情、うんうん、がっていうのはなんかその あるがままでいいんだよっていうのをそのまま受け入れられるんだったら、うん、うん、分かる、分かる。うん、いないとは思わないだろうなっていう、うん。いや、本当そうですよね、その通りだと思う。感じで、じゃあ、このあるがままでいいんだよを、すっと受け入れられない自分って何なんだよっていうことを、なんか結構考えてて、だから本当は僕は自分のことばっかりずっと考えてるっていう、なんでこんなうま <laughs> くできないんだろうとかね、まあ、逆に言うと、うん、なんでこれは。 なんか自然とできちゃうんだろうとか。それがね、まあ、ちょっと、あの、後で話になるかもしれない。あの、当事者研究っていう感じで。うんうんうん、いや、うんうん、そう、なんか、すっごい、この手作りのアジェルを読んでて。ま自分が書いてるかのように、本当に、に、あの、いろいろ。思い方とか。 が似ててるなって思っ思たのの、うん、一つが多分その私も自分のことばっかり当事者研究に最近すごい惹かれててうん、うん、横道誠さんをきっかけにそれについてこう知って、うん、もうすごいこうハマってるんですけど自分についてこうどん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 深掘りしていくけどでもやってる行動は青木さんもそうだけど社会に向いてるわけですよ。その自自分分を深掘ると自分だけに 意識を向けてたら<ー>安心してて暮らせないないいってこととに気づくというか、うん、だから行動はあの対社会なものになって自然とそうなってきて横道さんご自身もそうなんですけどうん、うん、なんかそれがすごい多分私たちの特徴というか多分一般的な人よりも社会意識が強いと思うというかうん、うん、そうそれは。 あの今回この本を読んでもすごい改めてねそういうとこも似てるなみたいに感じましたねそれどこかに多分記載としてあったと思いますうん、うん、その社会にあここですね今これ読み上げますけど皆さん手作りのアジールの218ページに書いてあって。 僕も20代の頃は自分のためだけにお金や労力を使いたいし研究業績を上げたいし好きなことだけをやりたいと思っていましたでもだんだん社会のいろんなことにもう少し目配せしていかなくてはそれができなくなると気づくようになった自分の生活を保つには社会全体を維持していく必要があるからですって書いてあって青、うん、木さんが今やられているその自宅を図書館として開放するっていう行為もうん、うん 自分をこう掘り続けた結果、対社会に向けた言動じゃないですか。そうで、そうなるのもすごいわかるなって、私も自分のことばっかこう掘り下げ続けてるから <laughs> そう。でも行動は対社会みたいな。<laughs> そうですよね。そうんですよ。うん、確かにね。だから、うん、なんか対社会に何でするかっていうと、それも、その、まあ、手作りのラジールでも。 書いてると思うんですけど、その有限性っていう話なんですよね。うん、まあ、多分佐伯先生とかもおっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりその限界を設けるっていう。で、自分のために、本当に自分のために、自分のことだけやってたら、まあ、ある意味その無限というか、うん、キリがないんですよね。うんうんうん その時にじゃキリがなくてじゃ自分にとってこれって意味があるのかなないのかなとかいろいろぐるぐる考えていくとそもそも自分っている意味ないよなみたいな感じになってでもうちょっとしんどくなっちゃうみたいなところがあって、うん、社会っていうのをそこになんか自分自分の上なのかわかんないけど上なのかゆ横なのかわかんないんですけど自分のその世界 認識社会認識の中になんかその、人、自分だけじゃないと、生きてるのは自分だけじゃなくて、うん、人とも一緒に生きてんだよっていうのをやることによって、やっぱり限界がそこに生まれるという。うん、だから、うん、なんていうかなあの、一見すると、いや、そんな社会、社会言ってないでも、まずは自分のね、うんあの、ことだけちゃんとやんなさいよとかって言われたりも。 するんですけど、うん、いや、そう、自分のことだけっていうのをやっていくと、もう、なんか。あの、いき、生きれない気がするっていうか、うん、その。もう意味は、生きてる意味が分かんなくなっちゃうっていう。めっちゃわかる。<laughs> <laughs> <laughs> そんな感じですね。本当,本,当本当、すごい、それも、わかりますね。その感覚も。あの、うん、私、も今、まあ、このチャンネルもそういう思いで、やってるし。うん、あの、小学校の、うん。 テラコヤ活動みたいなことも週1回1年以上かな続けてるんですけどそうなんか自分に向かないことによって得られる安心がすごいあるっていうか<ー>多分、うん、そう自分の,その無限の対象にずっと向いてるともうそれこそね本当生きてる意味っていうことに。 に答えが出ないその問いを、うん、掘り続けなきゃいけなくなっちゃってで虚無感しか残らないみたいな、うん、そ,それはあの散々やっぱ今までのこう経験上をねその死にたいって思ってた過去はずっとそういう行為をしてきたわけだから、うん、体でこう知ってるからだからなんかそういうでも。 ほっとととといいてもも自分分のことは多分私たちち人ともすごい考えちゃうう方だと思うんですよね、うん、そうじゃなきゃこんなに本って読んでないっていうか <laughs> そういう答えっていうかそういうヒントを知りたくて、うん、多分本を読むっていう行為もしてきたんだと思うからそうだでほっといてもそれはしちゃうわけだからじゃあ他の時間というかねほっといてもしちゃう行為は誰に止められ でもやっちゃうわけじゃないですか勝手にでもふとした瞬間にやってるし、うんうん、だからじゃあ本当さ今の有限性の話でなるほどなと思ったそこに限界を設けてあえてその他者と共に何かするっていうことをそ,その方が多分私たちにの性格的には難しい行為だと思うわけですよなんかその他者といるときにはなんていうのまあ、気も使っちゃうしこ、うん、こういう 返しでいいのかかなとかリアクションでいいのかなとかも多分普通より考えちゃう方だと思うからうん、うん、難しい行為なんだけどその限界を自分で設けることによってだんだんなんちょうど良さが分かっていくというかそうこの本の中で手作りのアジールの中でもなんとなくの視点っていうことも書いてあって、うん、なんかそういうのを でもあるのかなーって今聞きながら思いましたね。いや、そうだね、うん、なんとなくっていうのが本当はすごく不得意なんですよね。うん、そうだと思います。<ん>過剰にやっちゃうタイプな、そうそう。なんとなくもそうだし、うん、ちょうどよくもそうだし、うん、なんかね、目的がないと動けなかったんですよね、ずっと。うん、なんか。 まあ村でもそうなんですけど、消防団であって、うん、で消防団の訓練が月に1回あるんですね。うん、で、その消防団の訓練に行くんですけど、全部で3時間ぐらいかかるんですよ。でも消防団 のまあ、消防団がなんで、あのー、消防団としてあるかって言ったら火を消すためですよね何かあった時に。なんだけどその訓練っていうのはもう火を消すための訓練は10分ぐらいで、うん、あともう2時間半以上そのくっちゃべってるわけですよ、うん、ダなんで,す、ねリでね、ダじゃないですか、うんうん、それにちょっと耐えきれなくなっちゃって僕は火を消したいから消防団に入ったんだと。うん <laughs> <laughs> あのくっちゃべりたいためじゃないっていうふうにどうしてもなってしまってでもうちょっとやめちゃったんですけどすいませんっつってもう、あのー、ちょっと、まあ、いろいろあるんでっていうことででも今考えると、うん、やっぱりそういうなんでしょうね、あのー、くっちゃべるっていうその何もない時間を共有するっていう方ですよね。うん、何かそこで目的を 遂げる,るっていうんじゃなくて目的に向かってみんな一緒に共有する時間の方が大切みたいなうん、うん、多分でそれが多分、うん、その消防団として火を消す時にも本当は重要なんですよねあ<ー>そこの信頼関係っていうのがね。っていうのとかをいろいろ考えたっていうのはありますね、うんうん、<laughs> でも結局あの耐えきれなくなってやめちゃったんですけど、うん、そのなんでしょうね あの一気に何かやるときに、一気にそ,のそこまでの、え、これなん、なん何のためにやるのっていうのが、頭が働いて、でそこ、意味がわからないと、なんかフリーズしちゃうとか、動けなくなっちゃったりとか、うん、もしくはなんか、そうですね、なんかうまくその場を楽しめなかったりすると、だから、なんかホームパーティーとかで飲み会とかっていうときも、もう、 なんかもういち早く台所にいてなんか洗い物とかねわかる,わかる <laughs> でもこれもう私う横,道横道誠さんにはまったのって横道さんって発達障害の当事者であられて、はいうん、発達障害の当事者研究の本をたくさん出してるんですけどうん、うん、でも私そんな可能性自身にそんな可能性があるなんて思ったこともなかったんですけど、うん、読めば読むほど その特性にぴったり当てはまってるわけですよ、うん、で今回この本の中にも本当に一部分ですけど発達障害についての記載も少しあって、うん、で発達障害が土着の合理性の表れじゃないかっていうふうに147ページに、ねうんうん、書いてあって、うん、もう青木さんのその感じとかもいや2人で青木さんと竹畑さんって方が。うんうん 僕も青木さんも今小学生だったらきっと発達障害と言われているでしょう、うん、間違いありませんって言っててああのぜ雑談が苦手なのとかも典型的な特徴らしいんですよ。うん、でフリートークは苦手なんだけど、うん、テーマトークは得意みたいなテーマが決まってれば話せるけどだから私も。 そうそうそうだと思いますよ、ね、そうなの。だからそのオムラジもそうだし未来に残したい事業もそうだけど、うん、これがあるとすごい話しやすいじゃないですか立て付けっていうかねか、うん、そうそう,そうかだからでもねそういうのがないとなんかね何も目的はないのになんかあの話聞きに行っちゃちょっと悪いしなとか、うん ねねいろいろ考えちゃって結局、ね、動けないみたいなことになってしまうんですけど、うん、やっぱオムラジにせよルチャリブロにせよ社会に対していろいろ発信してるよねとか,、うん、なんかすごく図書館なんていうのも、うん、あの商売じゃないので家営利的な活動をしてあの偉いねとかって言われるんですけど。 そういう枠組みがないと何、うん、ていうかなですよねうん、うん、でもうん、うん、ある時に枠を作るとあこんなに動きやすいってこと気づいたらすんごいたくさん枠作っちゃってそれ、ね、<laughs> でなんか動きすぎてしんどくなっちゃうみたいな <laughs> そういうのもあったりはするんですけどね。加、うん、加減減ががうん、うまいいいわからないっていうのも 多分互いの特徴でやるってなったら本当にどこまでもやっちゃうっていうか過剰すぎてあの枠組みが設定されてると安心できるとか、うん、もうまさに。 あの発達障害っていうのは環境によってそれが何て言うのこう日常生活がままならないっていう状況になったら障害として認定されるけどそうじゃなければ特性とかグレーゾーンってことで別に障害ではないらしいんですけど。うん、でも あの私たちは間違いなく特性的ではあると思うっていうかそうでしょうね。そうだから読んでてその感じにもすごいこう感じ取ってきて本当はだからバランスが取ることが普通はわざわざだってその今おられるところまで移住してこういうことをするってそ <laughs> こまではそう,、ね、そうしないで済むわけじゃないですか。そうううででしょうね本当 <laughs> すよ <laughs>、うん そ,うその、ねうん、経緯もだってそれまでは都市にいたんんですもんねそうですね埼玉の,あの浦和市出身ですしおじいちゃんおばあちゃんの田舎とかもそんなねあのいわゆる田舎じゃなかったので、うん、それで大学院で大阪に来て大阪も吹田っていう、ね、あの万博公園があるようなところにずっといて、うん、でその後神戸、うんえー、に行って。 っていう感じなので。うん、まあ、あの、基本的には街。うん。街の人だし、僕は街が好きなんですよね。で、全然自然派じゃない。分かると思うんですけど。うん。だけど、やっぱり。まあ。手作りのアジェルでも書きましたけど、その街に住んでたら。うん。すべてが商品。うん。で、もうすべてを。なんか、まあ、お金で買える。うんと。で、そん。 その時に全てはお金で買えるものに囲まれていたらなんか自分自身も金銭換算されてるような気がなって例えばまあなんか、ね、大学とかもこの大学、まあ、あの偏差値で測られてどっちが上だとかっていうのがすごく一見なんか明確なようにあの見せられているしでこの職業を選ぶと生涯年収がとかうん,、うん、なんとかとかもう全て数値化されてしまって。 それがなんかも,ものすごくなんていうのかな息苦しくってで特に息苦しくなったのは3.11の東日本大震災の後に原発が、ね、あんな形でなってさすがにちょっともう原発を稼働させるってことはないよねと原発をあ,のありきな社会じゃなくてもうこんだけあったんだからないものとして考えないとねと。 いう,ふうにななっっったたと思思ててるのんんですけどなんか全然オール電化のなんか CM とかやってたり、うん、どういうことみたいなのとかあとはまあ偏差値とか、ねうん、なんとかとかっていうのも全然何て言うかな社会の方向性が変わらなかったっていうところにちょっとショックを受けたりしてそれでなんか余計しんどくなっちゃったっていうのがありましたね。で、うん、まあ僕はあののの甲状腺の病気を、うん、その 東日本大震災のちょっとちょっと前、だいぶ前からしてて、でまあ、そういう病気もあったし、うちの妻もちょっとあの精神的にもしんどくなっちゃったっていうのもあるので、これはちょっと都心にはいてられないなっていうんで、逃げ出すというか、うん、そんな感じで2016年に東吉野村に、えーまあ、移住してで、自宅を開いて図書館をしてるっていう感じですね。 そうすると、図書館自体も、やっぱりその商品、商品ってあの売買ですよね。うん、だから一応、のこの商品のえと価格を払えば交換できるっていうことなんですけど、図書館ってそうじゃなくて、僕たちがまあ読んだ本とか、これから読みたい本っていうのを置いておくので、自宅に。うん、でそれをあの貸し出しの手順を経てあの借りてってもらうっていう。うん、だそこは 一種のでではないですよ、ねうん、まあ、贈与と反対給付ってその、借り、えー、たら返しに来なきゃいけないみたいなことはあるわけですけど、うんうん、で、そういう感覚ですよねっていうのが一つ、なんかすごく、そういう感覚のある場所に身をひ浸すっていう、それがなんかすごく自分を回復させたんじゃないかなというのは思いますし、あとは、うん なんかその雨が降ると地面がぬかるむし、で、それで次の日、太陽が照ると、もうそこは、えー、乾いていたりとかってして、やっぱり、まあ、変化はするけど、なんていうんですかね、変化はするが、元に戻るっていう、うんそれはすごく勇気もらいましたね。うんなんでもないことなんでしょうけど、うんうんなんか。 あ変わってもいいんだというか、変わっても自分で居続けることができるんだなという、うんうん、なんかそこは、うん、そういうのを日々あの目にしてたりとかあの、そういうのに囲まれて、うん、つまり商品ではないものってことですよね、うん、なんかその、えー、他者ニーズ、ニーズがなくても存在してるっていうものの方が、うんうん まあ根源的だよねっていそこに気づいた気づいたっていうかそう,うんそこはなんかすごくあ,のありがたいかったなあ,あ、うん、なんかありがたいっていうか感じになってきたっていうかね、えー、<laughs> のはありますねうん、うん、あ生かされてるなちょっとねあれですけど、うん、なんか自然とそういうふうに思えるみたいなうん、うん、あのー、私は 川崎出身なのでまあ都市なんですけど、うんうん、で今もその後もずっと東京在住なので都市しか知らなくて、うん、田舎とか絶対無理って思ってたんですけど、うん、やっぱ年々その感覚は変わってきてで今。 でもその佐伯先生のもとでこう定期的に「学ぶ会みたいなのをこうやっていてそれで京都に2ヶ月に1回くらいあの行ってるんですけど京都って都市だけどでも自然がこうすごく目につくところにあるじゃないですか、うん、川とか山に囲まれてるし町、うん、が。で京都行くとつくづく思うのがやっぱ東京ってどれだけ特殊な町なんだろうってことをすごい毎回感じるんですよね。うん で時間の過ぎ方とか時間をこう気にして生きる感じとか誰もそんなことをちょっと外れてみると東京を離れてみるとみんなそうでもないんだなってことに気づけて安心するっていうか、うん、あの東京での生活が普通って思っちゃうと本当に結構こう焦らされるというか別に誰かがそうさせてるわけじゃないんだけどもう。 焦っちゃうよううよにできていいるというかうん、うん、でそれは時間の過ぎ方もそうだろうしやっぱ全てが商品価値に換算されて考える世界観が東京の世界観というか大都市ってまあそうなのかもしれないですけど、うん、それはやっぱり人をすごく不安にさせるっていうか不安が不安を呼んで、うん、じゃあお金もっと稼がなきゃっていうことになってどんどんそのループにはまってっちゃう。 の欲望が尽きない欲望が増してだその欲望を例えばじゃあ働いてお金を得たからといって埋められないっていうその不安はのが、うん、まあ本当大きな都市の特徴なんだと思うので、うん、その青木さんがね今みたいにおっしゃってたその変化はするけど元に戻る。 自然はねそういうものに勇気をもらったっていう感覚はすごくわかるし、うん、多分多くの人も本当はそういういいいものを求めててるっていうんじゃないかなかと思いますよね、うん、やっぱ商品だけの世界のもろさといったらないっていうか、うん、それは生産そうこの本の中に生産性っていうことについても書かれてて。 で生産性とは何かっていうことを、うん、そう検討してましたけど生産性を突き詰めるとじゃあ生産性がなくなったら生きてる意味ないのかって思うようになっちゃうっていうか、うん、それはすごい怖いことですよねやっぱ人を病にさせる、うん、それは <laughs> いやそうですよねそのうん、うん、だから商品っていうのはその他社ニーズがないと、うん その陳列棚に並ばないわけじゃないですか、うんうん、陳列棚に並ばない商品というのはもう存在価値がないとされてしまってて、うん、でその生産性っていうのも,もう結局あのどんだけ、えー、なんかそのチョコレートを大量に生産できたとしても、うん、そのチョコレート自体にニーズがなくなってしまったら、うん、もうその生産性の効率性っていうのは意味がなくなってしまうっていうことですよね。うん、だからすごくやっぱり 書かないいっていうのは、うん、ねそこですよねその自分がどんなにこれいいよなって思っていて使ってたなんかボールペンだったとしてもなんか生産中止みたいな感じになっちゃって扱いえなくなっちゃうんだみたいななんかこういう商品にあふれてるとそういう寂しさがあってでも逆にその商品だから商品ではない,、うん、い,いところに、ね 一歩その都市の外に出てみるとなんかまあ50年ぐらい前から、うん、そのもうこれで十分だからあのあの手入れしながら使ってんだよみたいな,なんかそういう、うん、そのねノコギリみたいな<笑><笑>そういう <laughs> あのものもあったりとか包丁もそうですし本当はそれで十分だと思うんですけどなんかまあ求まれば都市っていうのはその他者の欲望を欲望するというか,、うん、か自分 お前の欲望なんてどうだっていいんだよっていうその他者の欲望でどんだけ、うん、どんだけ多数の他者の欲望を欲望させるかっていうのがあの都市の原理でもあるしうん、うん、まあそのマナーなんだっていうことですよね、うん、それがちょっとそこにも耐えきれないっていう、うん、ねえそんないや他の人はどうでもいいからまずはねその自分の欲望 から満たさななないと、うん、もうどんん空虚になっていっちゃゃうじ自分で自分の欲望を満たすことすらめちゃくちゃ難しいのに、うんうん、その欲望のことばっかりちょっと考えてらんないですねっていう、うん、すいませんっていう感じでそれは東京に行くたびにやっぱり思いますね。かといってそう私がすごい青木さんに分かるなって思う点って。 あのだからといって田舎の,そのしがらみとかさっきの消防団の関係とかうん、うん、ああいうものにがんじがらめになってることを望むわけでもないじゃないですか。それもすごいわかると思って <laughs> めっちゃわかるなと思いながらあのそう読んでたんですけどイメージされるのは多分皆さんがその地方に移住って聞くと。うん あイメージされるのはそういう遅延で生きていくみたいな玄関のドアとか鍵閉めないでいるみたいな感じでうん、うん、もうお互い行き来する近所の人と、うん、そういう関係がこうイメージされると思うんですけどそういうわけでもないんですよねそういうものが好きでこうやりたいからって言って映ったってことでもないんですもんね。あ あのー、ね、土着とか言っときながらあれですけど、うん、ウェットな関係っていうのはやっぱりあんまり苦手なわけですね。うん、す <laughs> だから、うん その恋の駆け引きとかも,もうさっぱりわかんないわけですよ。好きなのか嫌いなのかみたいなね。でも好きなのか嫌いなのかって聞いちゃうともうこの関係は終わっちゃうから、うん、じゃあ,あの好きとか嫌いとか聞かないでおこうみたいなそういう感じ、うん、基本01なんで。わか, <laughs> かる <laughs> <laughs> なのでやっぱり人付き合いっていうのは基本的にはものすごい、うん、あの苦手ですよね。うん、そういういなんか、うん なんでしょうね。でもやっぱり田舎っていうのはそういう人間関係だったりするんですけど、でもそれはやっぱり僕思ったんですけど、うん、田舎に暮らしてみて。うん、やっぱりその遅延とか血縁があるからそういうことができるんですよね。その、うん、01じゃない人間関係っていうんですかね。うんうん、ができるんだと思うんですよ。うん、だからいきなりその知らない者同士がそんな上手な、あのー、コミュニケーションを この時は0.7で0.3、うん、で、ね、0.3がどん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 0.40.5になっていって0.5同士みたいなこういう、うん、そのスムースな人間関係っていうのはやっぱりトレーニングが僕必要だと思うんですよ、うん、でそのトレーニングを実は遅延とか血縁の人たちっていうのはいつの間にかやってる、うん、無意識かでねと思うんですよね、うん、でもやっぱり僕 僕らというか、ね、その、なんていうでしょう、町に住んでる人で、で、まあね、我々、僕83年だし、大丸さん85年だと思うんですけど、その当時って、どんどんやっぱり、なんてんでしょうね、自分、ある自己責任の、失敗したら自己責任だけど、逆に成功したら、あなたの手柄よ、みたいな。 感じのなんか価値観がすごく強かった、うん、だから、なんか基本自分のことは自分でやる、うんで他。で、他の人は他の人で、うん、でなんか他の人は失敗してたって、いや、それはあんたが悪いんでしょっていうような感覚があったような気がするんですよね。だから、そうする、でやっぱりそれで隣近所の付き合いとかっていうのが如実に。うん 90年代に入ってですかね、僕の場合は。うん、減ってったんですもう本当に、それまでは隣近所付き合いってあって、うん、まだ。で、これ、正確には分かんないですけど、なんかねその、その隣近所の付き合いがなくなっていったタイミングと、うん、近所のその、ドブ側があの埋め立てられていったタイミングっていうのが、僕の中では一致してて、うん、ちょっと、うん、あの、正確かどうか分かんないんですけど、うんうん、でもやっぱりそういう、 まあ僕は好きじゃなかったけどまだそういう街の中にウェットなものに触れる機会っていうのはまだあったんだと思うんですけどでもやっぱそういうものまあ僕はちっちゃい時っていうのはそういうウェットなものが嫌で嫌でしょうがないっていう人間だったんですけどあでもあのウェットなものが人間のコミュニティとかコミュニケーションをあのなんていうかな ライブさせてたんだなっていうことに今気づいてうん、うん、であああれもあれで必要なんだなっていうのを今気づいているという、うん、感じいやすごいわかるなんか私も母親から一番言われてたことが、うん、その自己責任だよっていうことをめっちゃ言われてて<ー>そんななんていうの仲はいいし今でも仲いいし。うん こうひどいような親では全然ないんだけど、うん、多分本当時代のそれってもう数勢だったっていうか自分のもう成功するも失敗するも自己責任だからねっていうメッセージはやっぱ大人たちから受け取っていたすごく受け取って育ったっていうのはあるなと思って。うん、でウェットな ものが苦手っていうのも私も多分青木さんも特性的だから本当にそうで、うん、私も部活とか入ったことないっていうかうん、うん、ああいう人間関係とかあの絶対うまくやれない軍隊的な、うん、さっき言ってたみたいな、うん、なんでこんなことしなきゃいけないのってことに、うん、<laughs> そういうことを思わずに従わないといけないっていう場には居合わせられないっていうか、うん、<laughs> そう。 人々のこう関係をあの維持できるああいう部活、うん、厳しい部活とか私仲は深まるしそういうものを避けて避けてあの一人で好きなことをこうしまくって生きてきたんだけどでも一見してそうそう <laughs> やっぱそれでは不安は解消されないなっていうことに気づいて、うん、今は。 その青木さんが本をきっかけにあの今その図書館っていうのね、うん、あの行為をされてるように私もやっぱ本が好きだからその小学校の寺子屋も図書室で行われてるんですよ。 であそれだったら私もそう、うんうん、これ毎週ね一回そこで2時間とか一緒に子どもたちと過ごすのも、うん、なんかこの空間そもそも好きだし隣町にお好きになったのもお客さんとしてこう初めて行った時に本が、うん、壁中本じゃないですか、うん、であここ好きだなって思ってそれをきっかけにこうもう今ではね働いたりとかするようになってるくらいで、うん、何か自分のその 人付き合いとかウェットの関係苦手でも自分が好きなものとか心地いいっていうものを介して人と付き合うってことならできるんだなっていうことに気づいたっていう,うん、うん、だから本を貸し借りしてるっていうのもすごい感覚的にわかります、うん、でバイバイじゃなくてそのバイバイはねうん、うん、この本の中でも書かれてましたけどバイバイっていうのは関係を終わらせる行為というかうん、うん 売買のが簡単じゃないですかだってこれが、うん、例えば古本屋さんとか多分同じこと古本屋さんとしてもできると思うんですけど、うん、でもこれを売って買っておしまいっていうもうそこで関係が終わるわけじゃないですかでもそうじゃなくて貸し出して返してもらうっていうと関係が続いていくっていう、うん、そういうことをしている感覚もすごい私も分かって多分 すごい不器用だから何にもなしの状態では人とうまく付き合えないから関係が続く行為をしているっていう <laughs> そう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 法律をね法律 <laughs> を作ってる <laughs> そう本当にだ最初の話でやっぱりあ,のあるがままでいいんだよっていうのが、うん、よくわからないっていう感覚っていうのはやっぱりいつまでもあってでその,あのウェットな 関別に、だから、ある種優しいんですよね、そこにいたらいいんだからっていう、うん、いや別にそんな何かあの、ね、一人で火消せとか、うん、別にその50メートルダッシュしょなんかね、消防車の運転めちゃくちゃうまくやれとか、そういう能力的なことは一切求められてないんですよ、消防なんて。うん そうかうん、だけどそのいや、顔ぐらい出せよって言われるんですよ。そう僕からしたらえ顔を出すって何ですかってねな、何のために顔、意味ないのになんで顔だけ出しに行くんですかみた、うん、いな <laughs> 感じじゃないですか。これがやっぱりある種、ちょっと頭でっかちというか、うんまあ、特性的な部分でもあって、な、うん、あのー、でしょうね。だから そのいや、ねあの、言ってくれたらいいんだからなっていう感じなんですよ、うんあの、みんなはね。で、そういう人は本なんてなくたって、うん、あの入れるんですよ、そこに、うん、その場所に。でも、僕らはどうしても世界に意味を求めてしまうので、うん、そうすると、やっぱり本があると、安心するわけですよね。うん、あこの本がここにあるってことは、もしかしたらこういう本が好きだから、あじゃあ、あれも好きかもしれないとか、いろいろ考えて。うんうん なんか意味をそこに引っかかりっていうのをその、うん、でも本当は世界は無意味なんだと思うんですよ。うん、別に人間のために世界はできてるわけじゃないし、うん、あの人の死もあの人の性も何か意味があって起こったわけではないでしょう。うんうん、なんだけどそれを受け入れちゃうともう生きてらんないよっていうところがあるんで、うん、もう血眼になって意味を探し続けてるっていう、うん。<laughs> <laughs> 感じはありま何、ね、でそこで出会う人その本を返して出会う人たちって、うん、どことなくやっぱ自分と共通点があるじゃないですか、うん、本好きな人たちって。だから仲良くなりやすいしいてくれればいいんだよってことじゃ安心できない私たちもそういう人たちとなら。 あのなんとなくができるっていうかそこに一冊本、ね、この行為だってまさにそうですけどここに一冊本があるだけですごいこう話は弾んで多分何時間でも喋ってられるじゃないですかでも何にもなかったら何話せばいいのかなみたいな何ん、うん、か言わなきゃダメかなみたいにすごい不安でたまらなくなっちゃうんだと思うっていうか。 だからあの不器用な人なりの安心する生き方っていうのをすごくこう探し求めて探求し続けた結果青木さんは今のその「ルチャリブロ」になったんだろうなっていう。ええ<ー>、うん、だからまあ本当に何でしょうなんか特殊進化というかね <laughs> なんかまあそれ進化なのかなんか分かんないですけどまあなんでもね でも、その、いや、僕、大丸さんの本、ね、読んで。どなたの発言だったかね、あの、生物学の。うん、本川先生。あ、本川先生の発言かな。あの、やっぱり、なんていう、ほっといても。その、生き物は。生き続けるんですよね。あ、じゅ、寿命が来たら。信じたいわけですけど、寿命まで。生き続けるっていう。 これがなんか、すごいことだなというか、むしろ、むしろっていうか,だから、その自殺を選ぶっていうのがすごいパワーなわけだし、自分を殺すっていうことってすごく力を使うというか、うんあのー ねそのまあ、ご出産されたりとか、まあねうん、出産のタイミングで亡くなっちゃう、うん、あのお母さんっていうのも昔は、ね、たくさんいたんでしょうけど、だからそれぐらいの話なわけですよね。出産レベルにならないと、人って、人というか生き物ってなかなか死ねないっていうことはありますよね。うんうん、僕もだからすごいもうあの一応弱い弱ので 食べ過ぎると、えー、も,うすもうめちゃめちゃ頭痛になって戻すと楽になるから戻そうとするんですけど戻す体は戻してほしくないってって、うん、も、うん、一応はもう受け入れられないんだけど、うん、この消化器官としたらやっぱり飲み込む方に、うんね、が自然なわけですよね、うん、だから意図的に戻すっていうことをしようとするとすっごく大変疲れるわけですよ、うん、だから あのー、何の話だったか忘れちゃいましたけど、なんかその生き物として、ほっといてもあ、ほっといても生きてるんだなとかねなんか、あのー、そこに気づくみたいなことは、え何の話でしたっけ <laughs> いやでも私、すごい <laughs> 思,う思うのが、自殺って。間違った その本能に反する行為でそれを改めて皆さんの今回のその9月1日の「君へで」で、うん、複数の方が走ってるメッセージだなって思ったっていうかうん、うん、い生き物のその本能はやっぱり生き続けることなんですよ。次の世代を残し どどんどん種をまあ残していくっていうことが生物としての本能なはずでうん、うん、まさか自らそれを殺してしまうっていうことなんて生物の本能に反しまくる行為っていうか、うん、すごく不自然な自然だったら行わない行為なわけで、うん、でもそれを人が望んでしまうい今だと年間2万人台だそうなんですけど、うん、3万人から少し減ったけれど。 でも若者のその自死数っていうのはもう歴代で一番昨年とかは多くて、うん、でなんか若いものがそういう道を選ぶってとんでもなく異常な社会なわけですよ、うんうん、だって若い人若い生き物って生きたい欲が高いからね、うん、本当は。なのに自らそういうふうに思ってしまうっていうのはやっぱり社会の側におかしさがすごくあるから。うんうんうん だと思うからそれを取り除いたらあの自然にほっといたら回復するのが本来の生き物としての人間であるはずだと思っていて今回そ,そのすごいパワーだって言ってた私がこれ毎回読むたびに本当にこう涙出そうになるのはこう橋爪大三郎さんのご寄稿してくださってるんですけど。うんうん そう今おっしゃってたのとすごい通じていて「あなたはまともです」「自尊心のない人は自殺を考えない」「でも自殺しないのはもっと勇気がいる知恵もいる自殺する勇気とエネルギーがあれば自殺しなくていい立派に生きていける」っていうのを私これもうゲラの時も何回読んでも何回泣いちゃったっていうかそのそのエネルギーがあれば生きていけるんだっていうことを まこうして改めて言葉にして言ってもらえたら、まあ、私は今は健康なのでその自殺とか考えないですけどでもなんかもしそういう状態健康じゃなくなったり、まあ、周りの環境がすごく苦しくなったりとかしてした時に。 もう思い出したい、そのエネルギーがあれば、そう生きていけるっていうことは、もう絶対覚えておきたいなって思った、うん、そう、メッセージですかね。うん、ねすごくやっぱ、そう、<な>エネルギーが必要なことっていうか。そうなんですよね。だから、ね、うん、その死ぬよりも生きる方がエネルギーが必要だと思,思わせちゃってる社会っていうのが、ちょっと異常だよねって、うんうん、本当に さっきおっしゃってたみたいに自然は本当にほっといたらまた戻る土は濡れてたのは乾くしっていうねそ,うそ,うそんなにエネルギーいらないわけじゃないですか、うん、それってほっとけば回復っていう,そうでもそうじゃなくてあのエネルギーが生きる方がかかって大変で何かできたりとかまともな人であらなければ生きてい、うん いいちゃいけないんだみたいなふうに思っちゃうことをさっき言ってたみたいな自己責任論とかも多分まさにそうだと思うんですけどうん、うん、そっちのがおかしな話だっていうのはでもずっと都市の暮らしとかずっとそういう環境であの成果を求められてっていう状況にいたらあどっちがまともか分かんなくなっちゃうっていうのは本当にそうだと思います。うん、なんか自分は そういう能力とか、まあ、成果を発揮できないから。意味ないかもみたいな、生きてちゃダメかもみたいに思うようになってっちゃう。のは、その人の欠陥とかじゃなくて、本当に社会が間違ったメッセージを。こう出してるからだと思いますね。そうですね。本当に。と思います。僕。僕、ちょっと、あのお気に入りのところを言ってもいいですか。お願いします。ぜひぜひ。是非是非 僕はね、あのー、実は、ちょっと、ああ、なんていうんだうかな、少し、ふふふと笑ってしまったのが、あうん、最後の方の、安藤先生の、ここですね。安藤先生の考え方とかが、もうなんか、 すごくよくわかるというか <laughs> <の>うん。そう、行動遺伝学の安藤寿高先生うそう,そう,そう先生ですね。この先生、めっちゃいいなって思うのは、うん、なんだろうな。ねえ、ものすごくもう、ゴリゴリに合理的な考え方の人で、うん、だったわけですよね。でも研究自体もそうだし、うん、もう遺伝子を調べてっていう、でも、なんか、 一周回って、なんかすごい、なんて書いてあったかな、なんか、一周回って、なんかすごい、あの当たり前のことを言っちゃってる、なんか、自分がいるみたいなあ。あ、そうかも、なんか、生きて。<laughs> そう生きてることに関してのねいや素敵だなとだ,だから私もこれ安藤先生を一番ラストに持ってきたのは長生きすればするほど人生は楽しくなりますし感動も増えていきますっていうこととか、ね、そう,そう言っててだなんだこれをだからそのなんだろうなゴリゴリの合理的な主合理的な方が言うっていうのがなんかすごい勇気が。うんうん うん、もらえるよなっていうところもあるしあとその、うん、僕はね225ページにこの、うんえー、すごいああそうすごい分かるって思っちゃうのは人間というものは安全な平地を、えー、順風満帆に歩いていると思っていたのにふとふとした瞬間に実際は断崖絶壁を歩いていたんだと気が付くということがあります。 その時、ふーっと気持ちの良い風が吹いてきて、落ちていってしまうということがあるような気がします。っていう。これは、結構僕は、こういうことを言ってくれる人って、いなかったっていうか、死ぬか死なないか。ねその、死なない方がいいっていうメッセージの本だから、 それはねみんなそういうふうに語ってくれるわけだけどいやそうなんだけどなんかふっとその気持ちのいい風が吹いてきてうん、うん、そっちに向かっちゃうことがあるんですってうん、うん、これを結構僕は分かるなっ思ってしまいますね。苦しい状況がずっと続いてでイエスかノーかで。 どっちかを選んでしまったんだっていう場面もものすごく多いとは思うんですけどそうじゃなくてなんかあのプ、ー、ッとね、うん、あっていう感じでっていうこともあるよなっていうことですね。なんかそこ、ね、あのここののののある種偶然性だから項目の 見出しがあの生きてることと生きていないことは紙一重っていう風になっててうん、うん、なその人のせいじゃないんですよね本当何らかのコンディションとかによってうん、うん、別にすっごく追い詰められてたわけじゃなくてもなんかそっちにこう引き寄せられちゃうみたいなことってあると思うし。うんうん なんかだからといってすごいこう自分を責める必要なんか全然なくてだからなんかこの本で私がこう制作してみて受け取ったメッセージは本当その自責感情をあの取り外そうっていうことだったっていうかどうしてもやっぱ自,、うん、自殺とか思い詰めてると切って自責の念がすごく強い時だからいろんな視点から。 あななたのせいいじゃないよっていうことを言ってくれた言ってもらえたなっていう気がしたというか皆さんのその意見で、うん、でそうそれは本当にでもその通りだと思うというか社会の状況も関係してるしそんな大きなとこまでいかなくても本当多分身近な特に若い人とかだと家族との関係とかもすごくあると思うし学校との 学校での人間関係とか大人だって。そのやっぱ退職しちゃう。理由とかのもう最たるものは人間関係なわけですよ。で、うん、本当そのくらいそう。うん、身近なものから、人はこう悩みをあの受け取って死ななきゃいけないかも。ぐらいまで追い詰められちゃうんだけど。 そんなななこといいってて自然を見みみようた感覚って本当に大事だと思うっていうかそういうふうに思えなくなっちゃう状態がやっぱ自殺を考えてる時だから、うん、一旦離れてみるっていうので青木さんがされたみたいに物理的に離れてみるっていうことは最も多分有効な方法というかこの本の中でもその山田玲司さんが言ってたのがやっぱ。うんうん 別のの環境っていうのはその何もハワイとかまで行かなくても本当に身近なところでそのコミケに行ってみるとかなんかそういうことでもいいからうん、うん、別の環境今いるとこだけじゃないところを見てみようみたいなことも言っててその通りだなと思ったしもしできるならやっぱ自然環境が豊かなところに身を置いてみるとなんかなんでこんな悩んでんだろう ちょっと思える気がするというかそう自然はこんなにもやっぱそうこのこちらの,その手作りのアジールでも書いてあ,ありましたけどそのコントロールできないわけじゃないですか自然って、うんまあ、昔から人々が制御しようと思っても制御しきれないもので,で都市っていうのはそれを人間のアンダーコントロールに置,く、うん、<laughs> 置いて無理やりそれで開発してきたけど。 都市じゃないところに行けば、あコントロールできないものがこんなにもあるんだなって、そしてほ多分世界のほとんど、日本もだって過半数以上の場所が山とからしいんですよね。そう、なんか本当はそうそのアンダーコントロールじゃないところの方が多いのに、それを忘れちゃうっていう。うん、そういうところに行ってみたら、その土。 土の、ね、土着の、まあ、人間関係のウエットさとかも含めてなのかもしれないけどただ自然環境ってだけでもかなりこう受け取るメッセージって違うだろうなっていうのはねうん、うん、すごく思えましたね。うん、あとそう、ね、ど,どこかで今度隣町カフェでねあのこちらでお話しされてた磯野さんってこそうですそうよね。<laughs> お招きして一月の何日でしたっけ一月日にちも決まってましたよね決まってるんです一月の、うん、えっとねあれ十三ですかねうんうんうん一月の十三日に伊藤、はいはい、のマホさん文化人類学や医療人類学をご専門とされている伊藤のマホさんでこちらの方にも伊藤さんとの対談も載っていて、はい お招きして隣町カフェで7時からイベントをね、はい、されるそうで私も絶対見に行きたいと思ってるんですけど、うん、その磯野さんがそう青木さんが「土着」言ってる「土着」っていうのはどういう意味ですかっていうようなことを聞いてて、うん、そこへの回答とかもいいなって思ったっていうか、うん、二人のそのとこの2人のやり取りもすごく好きでしたね私は。うんうん な何 <laughs> かねその土着って言っても本当に純粋なだからウエットなこととか自然環境とかじゃなくて、うんうん、研究についてそう話してたことでいやこうそうめっちゃ分かるなって思ったのがあの研究をそうみんなで問い直しをしていると周りがこうフェラーリやポルシェだらけに見える。 か時でも本当は K でいいじゃんって思ってる人たちは多分たくさんいてん<ー>でみんなで問い直しをしているとあああなたも K だよね K でいいよねみたいな感じになるそれが僕にはすごく大きいと<ー>研究はみんなでやると場が楽しくなります楽しくなれば生きやすさにもつながる研究にはもちろん心理を追求するという大きな目的もあります でもそこまで深く突き詰めずにみんなで話し合い実践しながら分かったそうかそうかという瞬間を味わう方が僕にはしっくりくるって青木さんがおっしゃって、うん、それに対して磯野さんがそれが青木さんの言う「土着や生活なんですね整えられた環境から抜け出てそこにしかない場を立ち上げることそれが人が土着的に生活をするということなのかな」って言って,て。 めっっちゃいいなと思って何かまあ土着って言ったら自給自足でとかね、うん、あの畑をやんなきゃとかね田んぼをやんなきゃいけないのかっていうとうん、うん、そんなこともないんじゃないかなっていうことで,、うん、で僕が言ってるまあ土着ってなんかいろんな意味でも使ってたりするんでやや,やこしかったりするんですけど基本的にその土着的に生きていくみたいな土着するとかその動詞的に使う、うん。 時にはっその、まあ、さっきからなんか都市とか資本主義とかってなんか悪者にしちゃってますけど、うん、でもやっぱりそのお金によって、えー、すごく得れる自由っていうのもあるわけだし実質的にその社会はあのお金を基準にして回ってるわけなので、うん、かといって全てがあのお金によって解決できると思ってしまうと。 あじゃあ自分なんていらないじゃんってことになってしまうのでやっぱりそのお金の使いどころとかお金によって回ってる部分といやそれはお金じゃなくていいしとかむしろお金をそこに介在させちゃうことで大事なものが失われちゃうよねみたいなことをしっかりとあの僕たちも再認識してそういう資本の原理と まあもう一つの自然の原理といえばいいのかもしくはケアの原理って言ったらいいのかちょっと資本とは違う別の原理っていうのがまあ,あると思うのでその2つの原理を行ったり来たりする行っ,ったり来たりしながら自分にとってのちょうどいいっていうのを見つけていくっていうのがまあ土着するっていうことですというふうに言っていてだから ね、僕も月1回は東京に行ったりしてそれはそれでやっぱり楽しかったりもするわけですよね。うんうん、いろいろなんかしんどいな、ね、あの人多いなと思う目もあるしとはいえなんかじゃあずっと村に入れるかって言ったらそれもしんどいよなみたいなところがあるから<笑><笑>そういう意味ではまあ本当にいろんな特性を持った、ね、方であってもとかまあそれ言っとまうと、まあ、高齢者の人もそうだし障害者の人もそうだしね。うんまあ シングルマザーの方とか、外国人の方とかね、うん、いろんな、まあ、あとは、その、職法少年、あ法をね、犯してしまった、まあ、ね、うんうん、方とかも、もそういうのもそうですけど、もうなんか、標準の人間じゃないと,まと、うん、まともに生きれないみたいな、やっぱりそういう社会は立てつけが間違ってますよねっていうのは、うん、めちゃ思うし、で、そういうのってやっぱり、ね、あの、 いろんな事情があって、ね、法に触れてしまったりとか、うん、ねあの、障害を負ってしまったりとか、まあ、事情があったりなかったり、ろいろするわけだから、これをね、なんかいちいち、なんかちくちくやってもしょうがなくって、やっぱりもうちょっと、なんていうのかな、その自分の中の、まあ、これも土着って言ってるからややこしいんですけど、まあ、自分の中のその、コントロールできない部分っていうのを。うんうん それを自分でどうにか、自分だけでどうにかやろうっていうんじゃなくて、やっぱり複数人で、複数人で一緒に持つっていう感じですね。他の人のも持つけど、自分のも持ってもらうみたいな。うん、だから、あの横道さんが多分当事者研究かな、当事者研究じゃない、当事者の会みたいなのをすごく進めておられるはい、はい、んですよ自助グループね、自助グループ,ループね。 でもすごくよくよわかる自分のことを自分だけで解決しようとしちゃダメだよねっていうことはすごく思っていてますね、うん、そう無理ですもんね自分だけでその自己責任論のもろさというかおかしい点ってやっぱ。 自分だけでそ,うそれもねこの本の中でどなたかと言ってたその責任の分かち合い方みたいなことをおっしゃってた項目があって、うん、やっぱね自分だけで解決できないし責任も自分一人では負えないっていう、うん、そっちの方が当たり前であってそれを自己っていうものに帰属させようとしたのが間違ってるっていうふうに、ん すすごい思い思ますもう子育てなんか典型的にそうで<ー>私がその小学校の寺子屋をやっててよかったなーって思うのは街を歩くともう知り合いにいいにっぱい出くわすわすすけですよ、うん、その子供もそうだしそういう活動をしてるとやっぱ地域の商店街の方との親交とかもできたりして、うん、地域のお祭りに で出展させてもららったりとか寺小屋からそういうこともこうあのやってるうちに出てきてで街を歩くと「ああ」って言える人が別にもうウエットじゃなくてただ「ああ」って言うだけででも通りすがりの時にそういう人が。 増えるっていうことがやっぱ子育てとかをしてる上でも安心っていうかうん、うん、そういうものがなければ本当に学校から、まあ、どこに子供が行くにしても不安でで家出せなくなくると思うんですようん、うん、人とか社会を信頼できないともう常についてって引率してあのいないと無事帰ってくるって思えないじゃないですか誘拐されたらどうしようとか、はい、犯罪にあったらどうしようみたいな。 もものってもう自己責任の行き着く先ってそれになっちゃうからやっぱりその何かあったら自分の責任だっていうことってそこそれほど苦しいことってないというか何にもできなくなっちゃう。 誰をもう窮屈にさせるし対子どもだったら子ども自身だってそんなの嫌だろうしもう不安な子が育ってくっていうか、うん、そ,うそういうメッセージを親が出してたらやっぱ子どもも不安になるし、うん、そうじゃなくてその人と関係を作っていたら、まあ、誰かがこう見ててくれる町、まあ、で育てるとかよく言いますけどそこまでは無理だとしても。 でも「あ昨日何々くん見たよ」とか「昨日公園で遊んでたよ」とかよくこう私も街を歩けば言われるわけですよ自分のこのことうん、うん、そんな安心ってないよなって思うっていうか、うん、みんなが見ててくれるっていうそれはウェットじゃなくてもライトなものであってもやっぱりすごく人を安心させるっていう一人でこの子たちの責任を取らなくてもいいんだなって思えるというか。うん、そ,うそれがやっぱ都市で 何にも考えないでこうただの商品経済だけで生きてたら得られないことっていうか、うん、そのサービスもお金で買わなきゃいけなくなるシッターさんを雇って、うん、シッターさんに送迎してもらってとかそういうことになっちゃうからそうじゃないその確かに貨幣経済はね本当に便利だしそれによって得られる自由もあって誰であろうが出せば 得られるっていうのは、うん、本当にすごく自由であの人が、ね、差別されないで済む行為っていうかうん、うん、なんだけど一方でそれだけでやってるとやっぱいつまでもそこの金銭にとらわれちゃってうん、うん、全てをサービスとして買わなきゃいけなくなっちゃってうん,、うん、なんか人間って何だろうってなっちゃうから本当にその行ったり来たりであのちょうどいい 加減を探すっていうのがあの最適だなっていうのは私もすごく思いますし、うん、多分隣町カフェもそういう理念を持って運営されてるというか、うん、私有を共有にっていうことをこう平川さんご著書で言ってたりして、うん、だけど全てを共有にせよなんて言ってないわけですよ。その部分的に 共有にしてみようっていう、うん、共有に置いてみようっていうことで隣町ブカフェもあの本とか席で自由にその読めるようにしてあるわけじゃないですか。で私有してたものを、まあ、共有そこに来た人たちは自由に手に取って読んでいいっていうことをしててその感じのあんばいにはすごくこう共感できるし、うん、青木さんが「ルチャリブロ」でされてることも まさにそううだと思うしそのインターネットラジオのオムラジもそれによってこうサービス対価でいくらくださいとかそういうわけじゃないじゃないですか。うんすね、なんか自分たちがそうつるこう話してることを、まあ、誰かもあのちょっといいなとかそういう考え方わかるなって言ってくれたらそれで嬉しいしそれが自分の 生きるる安心につながるみた私もそうだからうん、うん、そうだからなんか不器用な人たちが生み出したそのあんの取り方っていうのは多分普通はそういう行動を選ばないんだけど、うん、私はすごくこう共感を覚えて、うん、あの今後も。 そうね、今度2月9日にさっき日にちが決まったんですけど 2>,、うん、2月9日に隣町カフェでーそうトークしようってなりましたしこの当事者研究っていうことをテーマに横道さんやイリアンさんとかも多分感覚的に、うん。 そのとみんなそれぞれ当事者研究について考えてる方たちなのであの4人で話すってこともしてみたいなって本読んで思いましたしうん、うん、い今後もい、うんはい、ぜひあのまたお話聞かせていただけたらと思います。はいありりががととううごござざいいまますすあっであっという間にテーマトークっていうか<ー>こういうフリートークならねできるのにですよね。なの こういうのはね、なんか楽しいし、うん、なんかなんだろうな、やっぱりついあの、ね、意味があるのかないのかとかっていう考えちゃうかな。考えちゃうそうね、うんうん、まあかといって別にこの会話自体に特に意味はないんですけどね、我々 <laughs> <laughs> <laughs>、ねまあ我々れ楽しいっていうだけなので。確かに そうそう、私もその雑談が苦手っていうのはすごいあるし。立食パーティーとか、本当にどうやっていたらいいのかわかんなくて、ね、そう、すぐ帰っちゃう僕。僕も端っこで知り合いとずっと喋ってますもん。<laughs> どういうふうに振る舞えばいいのかがわからなくて、うん、なんでみんなは。あの。 ああやって自然にできるんだろうって不思議でならないっていうかみんなも本当はそうなのかなどうやっていたらいいか分かんないって思いながらもや,もやれるのかなどうなんだろね、えー、なんかでもこの前あのあの最後のね終わりの方なのにあれですけどこの前そのうちの村に住んでるあのアンドレスさんっていうメキシコ人の人がいて<ん>でアンドレスさんが日本人の あのー、彼女と結婚するっていうんで、うん、で結婚式を大阪でやるっていう、大阪城のなんか、近くの、あのー、なんかちょっとすごいところでやるっていうことで,で、呼ばれたんですよね、呼んでくれて。うんうん、で、なんかまあ、あのー、カジュアルな感じでとかって言われて、で、まあ、メキシコの人も来るだろうから、メキシコの人って多分,、うん多分 カジュアルじゃないかなとか言っていろいろ思って、で、僕はなんか、まあ、一応ジャケットは着てたんですけど、まあ、襟付きじゃないような感じで着てって、うん、ほんで行ってみたら、あの、全員ジャケットだったんですよ。<laughs> <laughs> 全員ね、男は全員ジャケットだし、うん、まあね、女性はみんな何ドレスみたいなの着てて。うんうん こういうとこでしょうね、なんか。カジュアルとあってね、いや、本当に。そう、で、最後間違えるみたいな、なんか、ギャンブルとかがすごく苦手だし、私もそう。うん、なんか、最後の二者択一で間違えるみたいな、すごい多いんですよ、なんか。うーん。いっぱい好きちゃうのかな、なんかもっと自然にね、やったらいいのかもしれないですけど、余計なこと考えちゃうっていうのは、うん。 ありますすねごい今日あの時間なくて話せなかったからまた次回そういう是非こういう機会を設けてお話ししたいですけど寅さんのこともよく書いてあったじゃないですかこれにも「山安岳ノート」にも書いてあって。 このチャンネルでこれまで何度もお話を伺ってるそう、ね、そう哲学の、ね、哲学者の吉岡弘先生っていう先生と寅、はい、さんトークを話したことがあって<ー>だから寅さんについてもまたちょっと別をやりたくてた私でも見たことないんだけど <laughs> だってあれですよあの佐伯先生も大好きですよえー、<ー>そうなんだそうか そうか、そうか、そう、あれなんですよ。なやりたいの？虎、うん、さん会、やりたいですねぜ<ひ>でで。なんでそう、その吉岡先生と虎さんトークになったのは、うちの兄が虎さんみたいな生き方を今でもし続けてるんですよ。うん、一度もその就職とかしたことなく、<ー>ずっとこう。風天の人として生きてきて、今は川崎でジャンソーを経営してるっていう。そう、す <laughs> そうなの。 リアルトラさんで、この令和の時代のリアルトラさんで、だから、なんでああいう人が昔はもうちょっと、あれはまあフィクションだとしても、でもあ存在の人ってもっと昔はいたのに、こんなに皆無になってしまったのはなんでなんだろうってことをそう、吉岡先生と話して、ちょっと今度、トラさんトークもね、ぜひしましょうね。すごい大好きですもんね、めっちゃ出てきてたもんね、なんトラさん。 見始めたかって僕、昔から好きだったわけじゃないんですよ、全然。で、なんで寅さん見始めたかっていうと、村に来て、村の人が急になんか、何なんだよとか言って、怒り出したりするんですよ。楽しいです。楽しい。何でなのとかって考えてて、これは何かを見て学ばねばならないって、あ、これ寅さんじゃんって寅さん全部見て、もう、こっからだから、その、なんていうんですか。 ねやっぱりね、その差し詰めインテルだろっていうふうに言われちゃうわけですよ。ああ、そうなんですか。どっかでね。だから、うん、やっぱりそうじゃなくって、でそのだって、寅さんなんて、あのだって、そのお前が芋食って、うん、俺の俺の尻からへが出るかっていうわけですよ。うん、確かになな。か <laughs> うん、でも、そのそののインテリは、なんかそういうような理屈をこねると。 っていう話で理屈だよなそれってなんで理屈じゃないんだよ人間はっていうことを言っているんでうでもそれが多分我々にすごくあの欠けてるとこなんでしょうねどうしても理,理屈っぽくなっちゃうから、うん。今の聞いてても改めて思ったけど。あの 多分普通だったらその怒り出す人を目撃してもこれは何かで学ばなきゃってなってトラさん全部見るとかそういう行為に走らないんですよ。<laughs> そう。多分普通だったら研究則でなんとなくそう,そう。何て言うの <laughs> あこういう風にしたら人は怒るんだなってことの。 まあ理由とか<ー>なぜ起きるのかとかを察していけるんだと思うんですけど私たちはそういうことができないから作品から学ぼうとするっていう作品とか文学とかあとそういう研究結果から学ぼうとしてもうそれは不器用な人の典型普通にね <laughs> いや普通に見て学んでったらいいじゃんとかね。うん それができたら苦労しないっていう、ねいい。そう、だから、なんか、追わなくていい苦労を。あの、たぶ自発的に生み出して、追ってるタイプですよね。ね、<laughs> まあ、でもね、うん、その結果としてね、この未来に残したい事業とか、オムラジができてるからそうそう。そう、楽しいですもんね。そう、結果的に楽しいんですよね。うん なんかぜひ次回以降もよろししくお願いします。うん、ちょっとこのく山岳ノートを読んでそうご体調がね心配だったので <laughs> よくよく体調崩してるからそうそういったことも心配だった。っね、うん。ねでもなんかこのまあ僕の場合はでもねこの本では大丸さんの方が結構昔は体調がものすごく悪くて僕はどっちかというとまあそうだ理由があるんでね。 あの不定収穫というよりは、やっぱり食べ過ぎちゃうとかね。そういうのかなんかあと楽しいことをやりすぎちゃって、で体,体力がなくなって、でその時に油あのを食べると大概、うん、あの倒れるっていう。うん、それはもう理由が分かることなので、うん、もうね。 どうにかしなきゃいけないんですけど。油分も控えて、やりすぎちゃわないようにね、気をつけながらまた次回以降もはいよろしくお願いします。1月13日と2月9日隣町カフェもぜひね皆さんお願いします。はいありがとうございます。ありがとうございます。はいではご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。